こちらですね、敬蔵のまあ隠れ家なわけなんですけど、ゼンクリ号に会うんって、初かな。一応ですね、またね、みたいな感じで敬蔵とお別れして、おいで、久しぶりに会う感じかな。冬には一旦話しかけてみようか、どんな感じ？無限地獄見つかったか？エイツさんによると、氷炭域の北に何か秘密がある。はあ、まあ、それはいいんだけど。あ、ケータ、久しぶりだな。久しー。お前未来に帰ってもちゃんと特訓やってるか？特訓？決まってんだろ。ガッツ仮面の特訓。少年ビートなら当然やってんよな。あの特訓、それなりにねー。ってことで、ミニゲームできるようになるんだよね。一旦やってみましょう。いい返事だ。そして行くぜ。準備はいいな。ちょっとこう、形像も嬉しそうな感じあるよね。真のガッツ仮面になるための特訓。おーい。これなんかめちゃくちゃ面白いんだよね。なんか、キマモンとかも出てきたりとかして。三、あ、やば、もう始まってる。タイミングよく。三回失敗しても OK。後ろにキマモン。ふぅ。オッケー、花子さんとかもおるんだよね。うまくなってきたな。そしてなんかおじいちゃんもおるし。決まってるぞ。我慢ガタロウなのかな。調子どのおじさんもおるし。よしか。人面犬も。世界は友達。世界は友達。全部守るぜ。全部守るぜ。座敷わらしとかも。オッケー。パーフェクトいける？くだもる。あーしくった。やば。やば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 。宇宙。コマちゃんもコマちゃんも。早なってきたー。やば。やばい、早い。みんなで。あっ。ガッツー最後の連チャンきつー。久しぶりにやったらきつー。でも面白いー。ガッツ亀の特訓大変だぜ。そうだねー。もう下手れてんのか。もっともっと特訓が必要みたいだな。ケンゾーさーん。この声、ゆきっぺか？ずっちいな。ケンゾーさん。またこげなとこでごっこ遊びしてるべ。ゆきっぺ老女。これはまあ幼馴染みの将来の奥さん。ゆき子だよね。天野ゆき子。ごっこじゃねえよ。何回言ったらわかるんだよ。こんな辺で見ない顔だべ。ケイゾウさんの都会の友達だべ。ケタってんだ。俺の女子少年ビートは。いつもお世話になってるべ。かわいいよね、ゆきっぺね。映画ではパルルが声優やってましたよね。よく見たら、ケイゾウさんにちょっと似てるべな。そんなことないよ。実は孫ですなんて言えないよね。あんまり珍しそうに見えない、ユキッペ。また田舎ペみたいに、ただ、ちゃんとユキコって言うべ。ユキコ、どっかで聞いたような。おばあちゃんやないか。おばあちゃんと同じ名前だ。なんですと？もしかしてこの子が、若い子のおばあちゃんかにゃん。何の用だよ。ここには近寄るなって言ったろ。そうだったべ。俺、ケイゾウさんにお願いがあったんだべ。ユキコのお願いとは一体。若かりし、おばあちゃんからのお願いなんだか気になりますよね。